まあ、いっか。ということで、始まりました。えみの、で愛知県、えみのんって、オッケー。ちょっとチーク薄くないって思ったけど、どう今、独り言のようにボソ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 喋っております。あ、チャレー、あ、シルビットさんだ。そう、もうしないって言ったけど、なんか、ツインテールをしたんですけど、なんでしたかっていうと、うざといだから。でもなんか最近うざといのあざといの方がなんかあんまりなんか全面出てないなと思って、あざとの方がね、だから出てないなと思って、なんかどうしようかなと思っていろいろ考えた結果、あざといとはと思って、髪型から入ろうと思って、まず髪型、あざとい髪型どういうのかなと思って、なんか思ったのがこれだったのね。それで、あざとい髪型イコールエミノはこうなりました。なんかやってほしい髪型とかあったら言ってほしいです。で、化粧もちょっと変えて、わかるかな、タネメイさんのもあるんですけど、下のラメのキラキラのやつをピンクにしてキラキラのやつを入れて、でなんか結構二重のラインとかも描いてみたっていう感じで、結構見た目から入ってみました、あざとい。なんかこうしたらあざといんじゃないみたいなのあったら教えてください。皆さんこんばんざーい、くぼっち、おーって、あきんどくさーん、あられっち、ケロリン、今日ありがとね、ツインドリル。そう、ツインドリルにしてみたの。ちょっとだから今日来てくれた方、チェック取ってくれた方はレアだったと思います。そして今日はリリースイベントの特典がゆみさん考案だったのかな、でニットだったんですけど、私のニットちょっと結構先輩にもいじられたんですけど、結構変わったニットで、こうセットアップになってるんですよ。ワンピースのニットの中にこうなんかセットアップの上のやつを、ちょっと後でツイッターを見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっと変わったセットアップになっております。可愛いんです、すごい。セシルマクビーだったかな、買ったやつです。可愛い。結構いろんなね、ニットがあったから面白かったね。そのままのエミナは可愛いよって、ありがとう。こんばんは、あ、ミントン、ありがとう。今日もありがとう、レアちゃん始まるまでの間なんだからね。ありがとう。よ、あー、つよしさん、あれ私出しただ。チラシ、草薙剛って覚えたんだ。そう、草薙剛って覚えたんだよね。え、それ結局さ、あれ結局フォローしてくれて、あ、フォローしてくれてたんだ。来てくれてありがとう。写真まくびですって、うん、確かそうだった気がする。うん、マイヤンがねモデルとかやってたよね。めくった時にドキドキしちゃった。ワンピースでした。25日キースタジオ行った。25日、みーちゃん25日、今日何ちゃら27でしょ。あ、25日私が休みだった時だ。うーん、そうなの、会いたかった。みーちゃん、あまたろさん、ありがとう。いやー、今日もありがとう。また今度話そう、ぜひチェキも取ってください。漏れるという話をされてプレッシャーのかかる写メ。確かに。でもなんか結構そういうのは大切だと思う。なんかちゃんとさ、加工のさ、アプリとかさ、使ってくれるさ、ファンの方とかいるじゃん。あの、写メ、全員写メってさ、ユーライクとか使ってくれる人とか、神。神だと思う、本当に。そう、次はケロリン、正面から撮ってほしいなって思った。正面でも絶対ケロリンが撮ったら漏れると思う。いろいろケロリンにいろんな角度を取ってもらいたいなって思った今日でした。誕生日一日お違いの、あ、ね、みたいね、びっくりしちゃった。28日、27日だったっけ、びっくりしたよ。なんか意外に誕生日近い人が多くて、お祝いしてね。あの、今年の誕生日は結構誰からもお祝いされず、ぼっちの誕生日でだったので。一応誕生日配信はしたんですけど、本当に一人で
配信で一人でケーキ食べて一人で過ごした。で実家暮らしでもないくて上京組なので一人のね誕生日だったんだよね。あ、ジャンボさんだ。やっぱりおしめが一番可愛いですねって もう決まりでした。ちなみに僕の目知ってるよ知ってるよ。なんか先取りニットあってなんかいないかと思ったけどいて、ちょっとめっちゃびっくりした。出た瞬間はぁってなっちゃった。自分が言うてるのは B6 か。 B6 もね結構ね、あの You Like B6 Beauty Plus かな、なんかそこら辺のあのアプリを入れてる男性はちょっとポイント高いですね誕生日は8月28日です。覚え方はやずや、やずや、やずやの CM 知ってるみんな。8月28日、乙女座。あ、間違えた。乙女座、あ、乙女座はいいんだ。はい、8月28日乙女座。みんな覚えてよ。なんかまこちゃんの誕生日とかののかちゃんの誕生日はなんかファンの方たちがみんなで色紙とか書いたり、まあうちらも書いたんだけどして、なんかあのちょっと待ったーって物販の時にお祝いしたけど、えみのの誕生日は誰も何もやってくれなかったんだよ。知ってた？そう、まあでも入って7月17日がお披露目だったので入って1ヶ月ぐらいしか経ってなかった時だったから、そうだよね、じゃあお祝いされると思ってちゃダメだよね。うん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 。写真は角度が大事だと思っている。確かにね、上目遣いとか。だってケロリン正面からの上目遣いを持って撮ってください任せた。一眼レフにはそんな機能ありません。でも一眼レフはそれ、まあでもユーライクとかビーチはめっちゃ綺麗に撮れるけど、綺麗可愛く撮れるけど一眼レフには勝てないよね。やっぱりすごい一眼レフでいつも撮ってくれるのね、めっちゃ最高。持って嬉しい。でも本当にいつも一眼で綺麗に撮ってくれて、なんかライブのさやってる時のやつとか一眼で撮るとめっちゃ綺麗じゃん。ああいうのもっと上げてほしいなって思う。先輩たちのやつとかも私え、これかっこいいとかめっちゃいいって思ったやつめっちゃ保存してる実はギリギリして、あ、そうなのか。ギリギリマジで俺の次の日やん。わお、みんなさ誕生日近くない？行くって言ってないもん。夢の前でエンカウントしてくれるかと思ったけどってわお、そうなの、びっくりした。で行くってか行けないみたいな言ってなかったっけ。行けないみたいな、行かないって言ってたよね。でも見てびっくり。タトさんだ、タトさん、タトさん TAT。 メモは誕生日半分も覚えて、じゃあ今みんなの誕生日覚えてください。正面って難しいの。難しいか、こうやってなんかコケみたいな傾いてコケみたいな感じでどうですか。ビルボンお疲れしたーで、お疲れさー。一眼で撮ってビューティープラス通しても、え、そんなことできるの。え、一眼で撮ってビューティープラス通すって最強じゃないそれ待って待って、それ最強じゃない。ニット似合ってたの本当？似合ってた。でもタッツさん全然チェキ撮ってくれないよね。全然さ、あのお話ししてくれないからなんかそんなに魅力なかったのかなって思っちゃう。運営さんに帰り際にニット見せなくていいのって言われて気づいたらしまう本当だよ、お買い物デートしたかったのに。なんかそうなんですよ、私本当にこうやって気合とか入れてリリーベとか参加するんですけど、まず全然お買い物デートとかツーショットデート出たことがなくて、うん、まあ推しメンじゃないとツーショットデートってなかなかしないと思うんだけど、うん、結構悲しくていつもスタッフやってるのでツーショットデートだーでーたいゆくちょっと乙女座でした。わお、そんなバナナすごいね。みんなちょっとさあれね、誕生日近いね、みんな8月とか。僕は27でママが2日後、間に入っちゃった。これ運命じゃん。うそ、金属さんそれ運命じゃない？もう運命だよ。私たちは間に入っちゃった。ママと金属さんの間に私の誕生日が入っちゃいました。店長、店長次はいつ会いに来てくれるのかな。言うてまずそんなに頻繁に行かんよって。でもキャロリを結構リリーベで見るイメージがあるかもしれない。ライブとかじゃなくて前キャロリを見た時もリリーベだったから
確かそんなに頻繁に来てないかもしれないね。でもケルリンにも、でもあれだよね、ケルリンは全員チェキとか全員握手とかしてくれるから、なんかバズジャパン全部を愛してるって感じだよね。すごい嬉しい、ありがとう。でもケロリンが毎回頻繁に来てくれるようなパフォーマンスとか、なんかそのトークとかして自分を磨いて毎回来てもらえるように頑張ります。違う、スマホ移動ビューティープラスは強い。待って、そんなお強いことできるの。イノタンいっぱい撮ってみんなのこと。お昼前だと出張費を出しすぎてお財布空っぽでした。今度お買い物ですし、ランチもしたい。ね、したい、本当にデートしたいんだけど、リリベのデート特典で本当にエミノは人気がなくてですね、てか リリベだけじゃないんですけど、本当に人気がなくて、あの特典券をもらうじゃないですか、あのメンバーに渡すじゃないですか、お目当てのメンバー、まあ、好きなメンバーとかいたら5枚とかあったら、まあ、このメンバーに2枚、このメンバーに3枚とかもできるんだけど、なんかそのおこぼれの1枚ですらちょっと、もらえないぐらい、リリーベは本当にズタズタに傷つくぐらい、あのいつも0枚なので、ちょっともうちょっと頑張らないとなって思います。反省って、毎回リリーベ出るたびに反省しかないね。多分梅田と誕生日1週間、わお、もうなんとみんな近いね。実質妹、わあ、実質妹だよ。金属さんが早くエミノのことをしてくれないかなと思ってます。金属さんの妹になりたいです。押して、私月2回行けばいい。あ、タイミングが、そうだよね、みーちゃんね忙しいからなかなかタイミングが合わないよね。今回まだリリーベ2回目だかって、じゃあ前回の1回目で見たのか、それで覚えてたんだ。えみしょうさん、あ、またさんつけちゃった。わあ、ついえみのやーって、じゃかちゃん、そうだよ、リリーベ開始から毎回撮って出し加工してる時間が、まあ、そうだよね。え、でもなんか一眼とかで撮った写真は加工しなくてもすごい綺麗だから好き、好きだよ。バーカバーカバーカ、私7月近いじゃん。そんなことないよ、スペシャルどこかで発揮します、発動しますか、約束、約束、本当に待ってる、ツイートしてあるぞ、コミケ31日のリリーベ、え、見た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 、私いいねしたことない、コミケのやつとかも、あ、みんないいね、綺麗に一眼持ってるっていうね。あ、私も実はカメラ持ってるんだよ、見たい見たいってか見せたい見せたいんだけど、見せたいんだけど今秒で出てくるカメラじゃない。え、私もカメラ持ってるの、ちょっとカメラにハマったことがあって、じゃ私の携帯も実はカメラに特化した携帯で、携帯についてるカメラランキング1位の携帯なのね、私の携帯すごくない？そう、それぐらい、カメラが好きってかハマった時があって、その時に買ったデジカメ、めちゃめちゃ優秀なの私のデジカメ、それ見せたいな。はじめまして、少しは可愛くなったのかって、はいはい、押すって押すって、やだそんな適当な、ちゃんとしてくれないとやだよ。でも本当に普通になんか貴族さんと会ったのは、あのモエクロ学園の時のチラシ配りの時だけだから、本当に普通にリアルに何ヶ月ぐらい、 2、3ヶ月ぐらい前、もっと前かな、結構前だから、だからなんかもっとね会いたいなっていう気持ちが強くなっちゃうね。エミノは騙した方が可愛いよ、確かにそれよく言われるんだ。じゃ黙ってるからみんな可愛いって言って、黙った時間前回言ったリリーベ君いなかった、あ、だからか、そういうこと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 か。え、待って待って、ケロリンが来た時、え、じゃあ会ったのはあれか、前のキースタジオの時だったかな、リリーベじゃなくてライブの時か、ケロリンと前会ったのはキースタの時だったかな、キースタジオだった気がする
たかったけど20過ぎたからやめた。その後でも来てほしかった。今日はデートも出なくて、あのチェキも取られなくて、ずっと暇だった。ずっとスタッフやったよ。めっちゃ雪降ってるよね。帰るときさ、なんかもう傘に雪積もっちゃって。自分の初デートエミノちゃんに捧げた。12月31日の時の年越し、もうすごい嬉しかったの。ジルビートさん本当にありがとう。じゃあエミノがもし昇格したら、真ん中にジルビートさんを挟んでマイカと3人で来てろうね。バカじゃなくてバーパバーパパパパーカーか、バーカーだよってフェイントかけてきた。近いの私13で、金曜日やだやだしてる。あ、13日の金曜日あるよね。だから雨なんだ。雨もまあでも雨も雪もどっちも寒いんだが、13日金曜日で怖いじゃんって。映画だよね。カメラ機能1 XR も使ってる。ファーウェイなんだけど、カメラあのライカっていうカメラを使ってて、すごくいいのよ。かわいいかわいい。どんな君でもか、もうそんなこと言ってくるのマドルーさんだけだよ。ほんと好き、ありがとう。もしくはファーウェイのメイトか P30 か、あと iPhone の11。ジャガちゃん詳しいね。私もその時めちゃめちゃ携帯に詳しくて。そうでもなんか結構メンバー同士で写真とか送り合ったりとか動画とか送り合ったりするとき、なんかレッスンの動画とか、あの今日のステージの動画とか、あとなんか今日撮った写真とかさ送り合うじゃん。その時に LINE だと重たくなっちゃったり、なんかグループ LINE とかだとみんなが反応しちゃったりするから、結構エアドロップでみんなやり合ったりしてるのね。メンバー内で画像とか送ったりするの。でも私はできなくて。iPhone に変えたい一心でございます。エミノかわいいよ。エミノってセルビートさんもう好き。かわいい、会いたいから俺の体調。そう、金属さん今何体調悪いの？カメハメや。よくなった？じゃあどうしたらよくなる？金属さんにでも会いに来てくれたらもう一瞬で元気させてあげるよ。キースタジオで正解。そうだよね、キースタジオの時だ、思い出した。どうだどうだ、スマホカメラも一眼レベルの機能ある、使いこなせてない。いや本当だよね。なんかポートレートとかさ、 iPhone のさポートレートとか、あなんかさ iPhone のさ動画のスローとかめっちゃいいらしいね。11かな、タピオカ本か。あひろきだ、昇格スリーショット楽しみにしてる。うん、昇格したいね、ありがとう。13日の金曜日。映画映画、12月13日の金曜日なのね。ちょれ6月14日って離れてるね。エミノの頭をつかみたい。頭、あこれ。ひろきもね前に来てくれてから、あれどれぐらい経っただろう、2、3ヶ月もっと経ったかな。結構前だったよね、来てくれたの。だからなんかすごいさ、あの経ったから、年月、年月って月日か、年越し前じゃん。もうまだ令和2年1年か。だから早く会いたいけどなかなか会えないね。シャオミ中国メーカーやばい、ここに。え、そうなんだ、初めて聞いた。シムフリーでも買ってみたら iPhone くらいならそんなに高くないし。シムフリーね、でも iPhone でもさ、シムフリーさ、なんかどこまで出てるかっていう話よね。 iPhone11 だ。でもな、10万円とかさ携帯にするのすごいよね本当に。それを簡単に買い替えるのはちょっととか思って。あったら体調良くなろうけど会いに行くまでは体調が悪いのはダメ。じゃあ今よくしてあげる。よくなあれって、何したらよくなるかな。金属さん早く直して、みののために早く直してください。ほとんど1ヶ月違いって、ほとんど1ヶ月違い、そうだね。2月14日でしょ、私と誕生日6月14日6、5、2、6、1ヶ月じゃない。使ってるのはエクスペリアだけどね、ぼかしとかスローモーション撮影できるって最近知った。使いこなせてない。
だったな。12月22日、どうだよ、年越し前だったよね。はあ、もうそんなに経つか。そっかそっかそっか、もうそんなに経つのか。早く会いたいな。まあでもひよきはどう思ってるか分かんないけど、エメの会いたいって思ってるけど、どう？なんか1週間会わないだけで久しぶりって言っちゃうのね私。でもなんか毎日来る人と1週間に1回来る人ってやっぱり久しぶり感が違うから、1週間でもなんか会いたいって思っちゃう。誰やって、エミノやー、ちょっと1ヶ月だけだけどね。でももうだよ、ちょうど4月14日私、ああそうなの、近いじゃん1ヶ月違いは。じゃあホンダの車乗っていくわ。どういうことやねん。まあ松田の車で来なくてもいいけど。エミノに会いに来て、会いたい、会いたい。ひろきも会いたいの、エミノも会いたい、会いに来てほしいな。なんか毎日来てとかそういうのじゃないけど、会いたいって思った時に来てほしい。でもエミノはもう会いたいけど、エミノから会いに行くことはできないじゃん。イノタンまた見に来るんだってありがとう、また来てくれよ。年齢は非公開、気になる。エミの頭がツインテールだよ。今日はあざといヘアです、あざとヘア、どうかな。なんかやってほしい髪型があったらちょっとやってほしいです。マスターはマスターか、違うか、別か。同年年齢症系夫婦、そうだね、ほっこり夫婦だね。夫婦できてるの見るとやっぱほっくりする。Do you want to die? Do you want? ノリノリだぜ。ここに今日はリボンしたんだよ。ちなみに僕は今22歳です。本当に？すごく年齢が近い私と。びっくりしちゃう。年齢近いね。あ、その話待って、その話しかもチラシ配った時にした気がする。金属さんた、今日はあざとく、あざとく、今東京にいますきり、わお。なんでさ今日さあざといの。ちぐりちゃん、なんで今日あざといんだろう。今東京にいるの、え、みんなも東京だよ、同じだね。ハーフツイン、あーハーフツインじゃなくて、今度やってみる。じゃひろきが来てくれるならやるね。私そちらコンビ好きなメンバーいるんだからってメンバー、え、みんな好きだと思うよ、その二人のコンビのことは。ほっこりするからね、ほっこり。嬉しい、くるくるくる。みーちゃんもたまにしかね会えないからね。なんとなくあざとくしてみた。あ、どういうこと。しぐれっちあざとくはどういうあざといんだろう。みーさん1999歳でしたっけ、違うよ、サスさんが500歳だから私は450歳。来週名古屋から5日間会えないかも、寂しいよ。嘘、名古屋行くの。じゃあぜひ手羽先と味噌カツを食べてエミノのことを思ってください。でも寂しいね、結構シルビートさんさ、あの毎回来てくれてる方だから、なんかそのそう、なんか毎回来てくれてる人とかが急に来なくなるってか、2週間だけでも来ないってなると、いやなんかすごい変な感じ、絶対めっちゃ寂しいと思う。私も寂しいから多分マイカもっと寂しいと思う。そうなんだ、あー、ジュンヤさんだ、おはよう。特にルナちゃんワンマンライブしようってね、居場所分かったんですごいねって。ワンマンライブか、そう、え、みーちゃんの場所私も分かったよ。2001歳の皆様おはようございます。すごい年だな、2000年前はの何時代だ。分かんないけど、こっちの仕事で送ってきよったから、あとは家さえ通過できるよ。わー、そしたらもう一緒じゃん、東京住みな、一緒だよ。しげっ、そしたらエミノのことを見に来てくれますか。モークル学園の成田真帆さんより上だって。え、金属さんが、え、何歳なんだろう、そう、成田真帆さんって人は。
金属さんが年上ってこと？あ、私がってこと？そう、2001歳だからってことかな。ライブ中分かった、レナちゃんと私チョレ目に飛び込んできたって言ってたって。え、分かった分かった。え、てかさ、なんかの時さ前に来てなかったっけ？前ってか真ん中の方に来てた気がする。あ、違う、あ、ち、何で気づいたかって、違う、あのスタート、そうワンマンライブの時だよね。スタートかなんかの時に気づいたんだ、みーちゃんの存在に。327歳、うわクソ、あ、クソじゃない、勝ったんだ327歳、私450歳ってことで東京人だったらめっちゃ好きな人に会いに行きまくれるからね。じゃ、好きな人、シグレッチの好きな人は誰？シグレッチの好きな人は誰？ダンサーのところにいたもん、草のところ、草のとこ、ダンサーのところ、ダンサーのところがでもなんか2人は一緒にいるの結構目立つから。一番目立ったのは、でも初めて見た時も超目立ったけど、夏万歳の時もめっちゃ目に入ったし、2人でいるとね、エモい聞こえちゃった。そう、ちょっとワンマンの時はそう、エモいっていうみーちゃんの声で、あれ何の曲だったっけ、スタートの時だったっけ、スタートの時だったなんかの時に、あのみーちゃんがエモいって叫んだのが聞こえちゃって、そう、それで分かったんだよ。好きな人は、答えはウェブで、ウェブでなんて検索したら出てきますか詳しくはウェブでってやつね。ありがとね。はあ、確かみーちゃん何だかの願い星の時じゃなくて、願い星かスタートなんかの時にみーちゃんが叫んでて、それで気づいたんだよね。私結構フロア見てます。エミの隣に行きたいわけではないこともないような気がしてどういうこと？エミの隣に行きたいわけではないこともないような気がしないでもなくないかと思うどういうことどういうことだよ金属さん。私はあのもう久々に金属さんに会いたいから会いに来てほしい。リリースイベントは観覧無料だからそこで、ね、途中コメ飛んじゃった、ごめん、私飛んじゃったかな。反応するのは OL のスタート、あ、 OL だったかな、 OL だった気がするか、なんかね、なんかエモいって、あ、待って、OL 幕開いた時タン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 で幕開いた時に私いたんだけど、その時だったかな、めっちゃねエモいってね叫んでたのが聞こえて、俺パッて見たらみーちゃんだったんだよ俺に会ってもいいことないぞとか言って、っていいことっていうか、なんだろう、別にいいことを求めて会いたいわけじゃないって感じ、うん、なんか私に会いに来てくれるっていう、もうその行動だけで感謝だし、なんかその行動に対してエミノがお礼をしたいっていうことだよね。仕方ないな、大好きな人エミ、キコキコ、あれ何やったっけ、あれ何だった、ちょっとはっきり言ってくんなってみんな分かんないから、私の声もみーちゃんの声通るよねエモーい、特にみーちゃんがエモいって叫ぶとめっちゃ通るそれは確かにあるかもしれない。でもそれはいいことだね。エミノもちょっと、もうちょっと頑張って目立つようにしないとね。今日もライブ、キースタジオさんとリリースイベントあったから、次は2月のえ？あ、31日クラブチッタですね。川崎のクラブチッタの方で31日ライブがあります。時間がね18時ぐらいだった気がするんだよね。また後でツイートするので、31日ちょっとでもお時間がある方、お仕事終わっても来てんよーって方いたら、あと川崎クラブチッタの方に来てくれたら嬉しいです。そして今私は、バンザイジャパンに昇格 できるように、まあ、まず努力をしているのはもちろんなんですけど、目に見えるもので、ツイッターのフォロワー様を1000人にすることを目標に掲げております。皆さんいっぱい絡んでいっぱいリツイートして、エミの推しさんじゃない人も、エミの推しになってもいいよって方も、リツイートファボで拡散してくれたら嬉しいです。そしてちょっとエミノのこと気になっちゃうかも、押してやってもいいぞって、なんかそのバンザイジャパンに上がる過程とか、なんかこれから少しずつ成長する過程とかを一緒に見守ってやってもいいよって思ってくださる方いたら、ぜひプロフィールのところにエミノ推しって書いてもらって押してください。そしてライブも来てほしいっていうのが本音です。
まあでもなんかこうやって研究生の時からこうやって見てもらって、あのショールームとかね、候補生の時から目をつけていただけるってことはなかなかないと思うので、このまま候補生を突っ走っていって、バンザージャパンになってバンザージャパンでも突っ走っていきたいと思いますので、ちょっと昇格する前から目をつけてやってください。やばい私エモいの人じゃん。確かに、あ、愛理ちゃんの名刺をもらいに行かなきゃだったって。愛理ちゃんが好きなんだね。別アカでも、ありがとう、別アカでもフォローしてくれたの、金属さん。会いたいから今度のライブぜひ来てください。お話ししたい。たまこちゃんまだエビのイメージか。そうだよね、今、遅い、今帰宅大丈夫、気をつけて帰ってきたんだね、よかった。でも帰宅ちゃんとできて、でも雪すごかったよね今も、多分私が帰ってきた時もすごかったから。おかえり、ちゃんと押してるじゃないか、あいみじゃあこれからシグネッチがライブ来てくれるときはエミロちゃん推しで入ってくれるってことかなって思ってもいいの。ついてかわいい、嬉しい。でもちょっと顔があんま幼くないからどうかなと思ったけど、今日は気合い入れてみました。いつも同じ髪型でつまんないかなと思って、うん、ありがとう。そしてミントンは私としおりさんの写真をホーム画面に今携帯のねしてくれてるので、すごい嬉しい。携帯 の, あの タ, ッんタッチパネル下の文字打つところとか、ホーム画面とかロック画面とかも結構好きなあのアイドルさんとかアーティストさんにする人が多いじゃないですか。だからそういうそこにやってもらえるようなアイドルになりたいっていうのが結構目標ではあるので、一人でも多くの方がエミノのことをホーム画面ロック画面にしてもらえるように頑張ります。サイドポニーみたい、あ、サイドポニーもうちょっと髪の毛が伸びてから、こっちの髪の毛が全部サイドに行くぐらい伸びてからやるね。ゆかさん、エモエモになっては確かにある、そのイメージ。今コーラの、あ、いちごのコーラ意外に美味しいよね。そう、なんか最後にいちごの風味が超好きなの。これから愛用、エミナのことがちょっと金属さんってか、これでエミナとアイちゃん押すことにしたって特例で本当はエミノも押してくれるってこと、アイリさんも押してくれるし、エミノちゃんも押してくれるってことかな。じゃあ今度はリリースイベントでお買い物デートとか、なんか特典デートとかしてくれるかな、待ってる。え、本当に似合うと思う。もうちょっといろいろ髪型とか研究したいなって思う。じゃあ冷蔵庫には入ってるーって、あ、そう、あー、そうなんだね。炭酸水飲める人ってすごいね。でも私炭酸とマッチが好きかな、結構グレープフルーツのピンクイマッチもあるし、黄色マッチもあるけど、マッチが結構好きかもしれない。初めて見た人押す傾向にあるのを知ってます、ありがとう。でもなんかみんな押すって言ってくれたり、応援してるって言ってくれるのはすっごい嬉しいんだけど、なんか目に見える形が欲しいっていうのは事実で、なんか実際にエミノの予約をしてくれて、あのライブを見に来てくれるとか、チェキを取って一緒にお話ししてくれるとか、なんて言うんだろう、押してくれてるっていう証が欲しいのそう、だからいっぱい喋ってもっと仲良くなってエミノ推しさんってなってほしいなって思います。でもそうさせるにはやっぱりエミノの魅力とかが大切だと思うから、ダイエットもそうだし、メイクとか髪型とかももっと頑張るから、ぜひライブに会いに来てください。そしてエミノ推しさんになってほしい。こうやって言うの、俺グループ一人、あ、そうなの、じゃあ特例でエミノも入れてくれたってこと、嬉しい、ありがとうね。じゃあその特例をちゃんと市民に受け止めるということで、ちょっとこれからもっと頑張るね。ピンク色のマッチ、あっちが飲むの黄色い方、え、なんかピンクグレープフル、ピンクグレープフルーツかなっていうのであるんだよ。そういや、エミノさんとどんな話してたかな。そうだよ、もうなんか昔すぎて忘れちゃったじゃん。だからもうそろそろ会いに来るべきだと思うよ
会話さ忘れちゃってさ、ね、話したかなってなっちゃうから、定期的に会おうよ。ダメ？定期的に私会いたいです。飲みたいって、え、美味しいよ、飲んでみて。もう30分経ったかな。一応25分、え、25時から足軽メンバー小島すずねが、すずねちゃんですね、が配信する予定なので、え、みんな30分ここら辺でもうそろそろ終わりたいと思います。今日ツインテール見れなかった方のためにちょっとツインテール配信してみました。ありがとう、来てくれて。もともとメイドと先にだからエミノ、アイリちゃんって順番なんだけどね。ねえ、本当に嬉しい。じゃあ今度エミノちゃんの役で入ってきてほしい。目に見えるものでエミノ推しっていうの知りたいの。ありがとう。そしてチェック取っていっぱいお話ししていっぱいラブラブしようね。いちごミルクの人胸触らない、触ったことないよ。今日もお疲れ、ミントありがとう、ひるきもありがとうね。正確に動員が一番大切なんだよね。分かってはいるけど協力できなくてごめんね。まあ、シルビートさんも毎回喫水の毎回一押しだからね。なんか予約って一人でしか入れないから、結構本当に一押しの子の予約でしか入れないじゃん。だからエミノちゃんを一押しって言ってくれるファンの方を一人でも増やせるように、もっともっと見た目からルックスから歌やダンスパフォーマンスも少しずつ成長していきたいと思いますので、見守っててください。でも今日もね、こんな遅い時間からなのに200人の方が来てくれてありがとうございます。最後に自己紹介だけしとこうかなと思うんですが、ちょっと待ってね。チャーラチャーラチャーラ、ノートがない、ノートノート、センスがない、センスがない、センスがない。ノートどこ行ったんだろう、マジで。あ、こっちにあった。最後に自己紹介だけします。バンザイジャパンの候補生ユニット、足軽ジャパンの松田恵美奈と申します。じゃん、よかったらツイッターフォローしてない方はフォローしてください。今はバンザイジャパンに昇格を目指して頑張ってる真っ最中でして、ぜひ今が押し時なので押してください。お疲れみなって、ジュー金属さんありがとう。しがっちみるみるはストロベリーコーダー振ればいい、それもありみーちゃんみーちゃん言いながら右で触った。そうだったっけ、全然記憶ない。もうじゃあいけない、もう来ちゃった。お嫁いけないかみーちゃん、お嫁いけるよ、もうチョレがいるじゃんありがとう。じゃあもうそろそろ終わろうと思います。今日からショールームの方でもいっぱいコメントして絡んでくれた方ありがとうございます。ライブ来てくれた方も、リリービー来てくれた方もありがとう。明日は28日お休みなので、また次、いつ何があるかっていうのは、ちょっと待ってね。こちらの、ハッシュタグ、エミライブにて、ツイートしてるので、よかったら皆さん、チェックしてみてください。ありがとうございます。じゃあ少しでもエミの推しさんが、エミの一推しさんが増えますように、これからもっと頑張るので見守ってください。以上、足軽ジャパンでした。足軽ジャパンの松田エミノでした。本当にこんな遅くからありがとう。みんなまたツイッターで絡んでください。それではおやすみ、ぬくてぃ。みんなで、みんなの夢で会えますように。ありがとう。